ビュグビルとベイラは北欧神話に登場する人物である。北条神フレイの召使いで二人は夫婦である。ビュグビルとベイラに研究する現存の文献は、古エッタに収録されたロキの口論のみである。フレイは妖精の国アルフヘイムの支配者であり、ロキの口論の冒頭には、エーギルの宴会場に集まったアース親族と妖精たちの中に二人がいたと書かれているため、 二人は妖精である、可能性がある。ただし、松谷賢治は、この箇所が原文では、応印されていることから、あくまでも、朗読の調子に考慮した表現であるとしている。彼の仕事は、石臼で穀物から製粉をすることであった。こうした仕事は、奴隷の仕事とされている。ロキの口論第43から46節で、ロキとビュグビルは、口喧嘩をする。 ロキは不礼に周分を聞かせるべく罵倒し、さらにビュグビルの小さな体格をからかった。松谷賢治は、ロキがビュグビルを石臼のそばでうなっている奴と罵倒した箇所を、法上神に従うビュグビルが、穀物のせいであることから、穀物が石臼で惹かれることの安有ではないかと、指摘している。ロキの抗論第55から56節で、ベーラは、トールがイサメに来たのをロキに告げるが、 ロキから罵倒されてしまった。ありがとうございます。